地動説の宇宙。地球は自転しながら公転。その外側を火星が回る。地球の公転速度の方が速い。ものすごく遠くに恒星がある。地球に乗る。地球が静止しているとすれば、星が地球の周りを回っていると考えられる。天動説の宇宙。地球は宇宙の中心に静止。星々が地球の周りを回る。深淵運動。単純で美しい宇宙。しかし、もう一度地球に乗って火星をよく見ると、火星は恒星に対して左に進むけど、たまに逆行して見える。左に戻る。地球が火星を追い抜くとき、逆行して見える。火星の逆行に対応した天動説モデル。火星は二重の円軌道で動く。追加した円は終点円という。回転速度は火星より恒星の方がちょっと速い。火星が地球に近づいた時だけ火星の方が速くなる。それが地球から逆行に見える。今逆行している。地動説と天動説を比較する。地動説の地球の自転に合わせて天動説全体を回す。天動説全体を平行移動して地球の位置を合わせる。すると太陽と火星の位置も合う。補助線をつけてもう一度。補助線、太線と星に注目すると、天動説の方も太陽を中心に回っている。
相対的な星の動きは同じ。周天円は地球の公転の動きを星の方にしわ寄せしただけとも言える。